もう一体何回の撮影をこれで止まってきたかっていうね。どうしたチンコ？今日のチンコはね、うん、俺本当にこのスタートでいくの、うん、今日のチンコは、うん、平均コストロワイヤルと何笑ってんの？何やべえ、なんかやべえショップでエメラルド使ってなんかプリンス買っちゃったわ最悪や。何、はい、はい、見てこれを。何どうしたの？最近彼女できたの？全然できてないですけど何すかそれ。おお、なるほどね。ここに、うん、平均コストが書かれたルーレットがあります。はいはいはい。ちなみに彼女はできてないです。おお、なるほど、無理やり振るね。はい、でで僕ら今1回ずつルーレットを回してた、うん、この出た数字を平均コストになるようにデッキを組んでいただきます。 3.8 は3でいいの？じゃあ、いや、もう3ピッタにしちゃいけない。本当にピッタです。なるほど。6なんて出た日にはデッキとしては大変なことになります。わかりました、わかりました。じゃあお願いします。じゃあ僕からいくか。どうなったら引いて。前やった時ね、うん、ドラムロールの音がクソうるさかったっていう。今回なし。しっこりで OK だ。はい、やりましょう。コインからでブラーッとか言ってさ。なるほどね。スタート。そう、腹引きですこれ。でで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 出るの？多分壊れ。遅いな遅いな。時間かんで。この間で頑張って。遅いな。頑張ってトークつないで。最近産んでんだよ。ということで大丈夫か。ということで、僕が組むデッキは平均コストが6になる。別に3重視入れて3コスト入れてもいいわけでしょ。そう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 。なるほど。別に6しか使えないわけじゃないんだよ。ここで調整をね。じゃあ俺が引く。俺が、はい、ドン。さあ、キヨキヨ引きにしても6はないだろ。66とかだって面白いけどね。でも6結構重量級だからさ。そうそうそう、結構強いんじゃないかなとかも一見思うけどね。それはうわーこうや、こうや。でも俺より強いな。いやー、確かに5の方が小回りが効くよね。そうだね、ちょっとしたね。で、ちょっと今回あの、うん、ルーレット、うん、大きさが全部違うんですよ。あら、本当だ本当だ。お不正じゃない？というの、3と4はね、うん、普通に強いから。ああ、まあ確かに3とかクソ強いだ。普通に強いからダメっていうことで他の弱いやつをでかくしました。俺いくつ？ 5って何？5って、まあ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 5か、はい、でも6なんだよな。重くないかそのデッキ。今チンコつったか。びっくりしたびっくりした。いやだってさ、いやだからそもそもあれか、まあ、こう別に編集でカットされるか分かんないけど、うん、その2コスとかがある時点でかなり辛いっていう。そうなんだよ。 5？ あ、分かった分かった分かった。あ、残念ながら分かった。俺本当に、あ、オツオツオツです。大原です。これカースです。大原です。オツと、お、お、お、どうしたどうした。今日どうした。いやいやいや、なんもないよ。なに、俺 5？5 だよ。嘘でしょ。いや俺このゲームね、実は俺公約済みだから。出た。もうね、ちゃんと俺が勝てるようになってるんですよ。何それ。俺がね、負けるわけにはいかんのですよと。もう負け？そういうことか。あれあれ、なんか違うな。俺今 4.5 だから多分3とか入れちゃいけないんだろうな。まだ 4.8。 まだ 5.6 だ。ってことはこれがいらないのか。これを5コスにすれば多分。もう組み上がる。まあ、間もなく。早いね。4.9 なんだ。まだ 5.8 だ。3コスがあるから7コス入れない。何入れないんだ。とりあえずこの辺りを買いに。結構バラバラだけどね俺。いやーそのきついね。全部5コスじゃなくて、はいはいはい、やっぱりなんだ、全部5コスじゃなくて 6と4の組み合わせとかは。そうね。俺はい、5になりました。僕も今6になりました。あ、オッケーオッケー、これでいけばいいんだね。それじゃあ僕から送りますよ。結構俺強いぞこのデッキ割と。俺ちょっと弱いな。でもね、多分ワンチャン全部同じカードにした方が良かったかもしれない。同じ、確かにね。だから4とか、要は7を入れなくちゃいけないわけ、6を入れなくちゃいけないわけですよ、4を入れるには。いや俺もね、いろいろ調整してきましたから。結構重いんだよね、だから。そう、大原のデッキは。あ、なるほど。大原のデッキはデッキ重いから、だから残り1分になった時多分大原の方がいいんだよ、強いんだよ。だからそこまで俺はどう耐えるかなんですよ。うわ、いいかと思ってんな。さあこれどう？うわあ、これ。おい。強い強い強い。本当に強い。これは強い。嘘でしょ。これはあのみかんさんの世界大会みたいな思い出すね。ランバーじゃん。強っ。
よし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 。え、本当に？いやだから俺そんなに戦闘終わってた。増やし、増えてない。だって大原だってババ小屋出して。それに対して俺ネクロ出したんだけど、そこに対してライトニング打ったでしょ。そうだ。だから多分あの結構有利だったっていう説が。あなたやるじゃないの。あなた、さてやるね。この位置のね。あ、この位置はマジ強いね。思ったけど。ウェーイ。ウェーイ。逆に俺バルーンさっき出せなかったの。なぜならば、はいはい、あのやっぱロケット入れてる確率が高いんですよ大原。なるほどね。だから俺。要は出せなかったんだけど、でもさっきあのライトニング打ってくれたから、あ、これいけるな。あなた今ロケット打ちましたねと。おお、なるほどね、それやだな。こんなんいかがですかと。ちょっとやだね、ワンチャン小ジョババ入れてる可能性あるしね。なるほどね。なんやねなるほどねって。いや、そういうことをお考えでしたかと。手前で削除して、あー、ネクロが死ぬ。頑張れネクロ。もったいねえな。さてはもったいねえな。あなたお気づきですね、もったいないことに。うえーい。本当言ってる。結構俺ね、相性では勝ってるつもりだね俺ね。やばい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 。あれ、これきついな。でも結構削るんじゃないかな。よし一分、よし一分、こっからや。どうしようかな。よしよしよし。三重視られたらやだな。だから多分エリポン置きたいんじゃないかな。置かない？置かないね。なるほどね。あれ、こいつ切ったのやばかったんじゃないの、もしかして。いやでもね、ちょっと俺もミスったんじゃない。ちょっと待って。ライトリンガー今出したばっかかね。いやー、まずいんじゃねえの。ケッツが。あーあー。視聴者全員がなぜ固めたって思ったよ。ああ。固めたって思ったよ、絶対。なんか。いやでもこれ、あ、これちょっと、これ調子乗ったわ。ちょ。ドゥンドゥンドゥン。うわあ。どうしてそんなことすんの。どうして。あー面白い。なお、戦い方が分かりました。もう一回行こう、もう一回行こう。ちょで、なるほどね。なるほど。分かった。デッキ替えしますわ。うん、じゃあちょっと、はい。いやだからそのもう一回引きまくるよ。もう一回引き直そうよ。それだ。だからあれあれで。じゃあ大原から引いてや。さっきの範囲はですよ。うん、空が意外と強かった。ああ。お前これ大原引きね、これ大原。おお、俺じゃもう俺のせいだな。大原だね、これ大原のコースよ。三四以外許さん。強いデッキ、強いデッキ、強いデッキ。おわー、にぃさっきよりか可能性あるからね。いやー、きつい。でも3コス入れられるからね、別にね。そうさ。でも 2.6 ホグでしょ。いや、と思うじゃん。あの強いデッキであっても 2.6 あるんだよ。 2.6 ホグ。じゃあ俺いくよ。あ、いやいや、ポチン勝ったろ。いや、俺これはね、6が逆に来たら俺の勝ちだけどね。いやいやいや、俺に取られるから。さあ、おおー、でもこれは、いや、ちょっと俺の方がやっぱ強いと思いきや、全然覆せるレベルだと思うよ。強くね。俺普通に下打ちしたもん。3は普通に強ポジでは。圧倒的強ポジだと思う。俺実はね、攻略法があるんですよ。さっき負けたけど、そう言って。意外と重いな、お前。トゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥ。ゴレとか入れてくんのかな。さすがに2コスで入れ入んない、絶対ない。きついな。意外ときついな。いやー、でもこれ外したくないな。これは入れたいんだよ、これね。カットでもこれも入れたいんだよ。あー、出てった。俺逆に重くしなくちゃいけないっていう葛藤があるよ今。いや、俺さっきそれで苦しんだからね。重くしないと勝てない。苦しんでください。あ、OK、あれ OK、 組み合ったの。早いな。いや、でもちょっと待ってよ、これ違うな。 OK、 これでいい。いや、まあでもさっきこっちいらんよな。まあこれでいくしかないな。よし、じゃあ俺3ね。はい、はい、俺2っす。2、あれ3。親指がちょうど邪魔。いや、角度変えてみりゃいいやん。俺の首そんなに取らん。じゃあお願いします。はい、あ、一瞬で言う。いやあーと、時間だけ挟まさせてもらって。いや、俺これあるから。あ、出た、取ったんだね。
でも2コスでしょ。そうだよ、そうなるよね、当たり前だけど。そうだよ。強い。ああでも結構それで守られちゃいそうだな。ああなるほどね。あミラーは頭いいね。でしょ。いやこれさすがに勝ったでしょ。クソ弱くね。いやこいつ避けたくないな、怖いね。ああなるほど。ああなるほど。おおそれは辛い。どこ行くねん。いやーちょっと嫌ですねそれは。ザップとか入ってんだよね多分ね、当たり前だけど。さあおおこれはどうなんだ。さらにこれよ、これよ。あ待って、左やばいな。危ない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 。さあこれ裂いちゃう、そこ裂いちゃうと。あれ僕の完全試合じゃないですかこれ。いや完全ではないけど、いや残り1分からやばいぞ。俺のデッキバチコリ出てくる。その通り、止まらんね。これ何入れてくる。なんでヒーリーでタワー回復しねえんだ。とりあえず回復したらやだ。なるほどね、まあそうですよね。しっかり入んだよな。いやこれ不可能でしょ、残念ながら。おいしょ。おい何でも思ってんだお前。いや残念ながらこれ不可能でしょあなた。いやー、わかんない。まだわかんない。読み、なんか、ね、読んだわ。はい。あーなーぜーなーぜー、え巡り合うこの敵、もしやこの敵クソ弱い。私たち時間稼ぎ、時間稼ぎ、時間稼ぎ。何も知らない、無視だ、あんなもん。いつ巡り合うのかを。ちょっと待って、アースケイクギリギリ倒せないの。それな、今初でしょ。ちょっと残るんだけど。私たちのハロのささくれさ、絶対違う俺。ささくれとか なんか違えな。ささくれの歌じゃないの。どこにいたの、生きていたの、遠い。さあカウンターが来るぞ、カウンターが来るぞ、カウンターが来るぞ。歌声も物語たりた。おい著作権引っかかるようなのやめろ。歌うなそれ以上。どうしてくれようか。いやこの糸。ちょっとなんかもう雑談しちゃってるよ俺。余裕ぶりやがって。えいや三は強いんじゃって。確かにね。三は強いんじゃ。あれ俺まだ一緒にしてない。この糸は歌うな歌うな。なんか誰かが、はい、なんかその歌ってみたで別にバーンされないんだけど、うん、なんかもううますぎて本人と思われてなんか消されちゃったらしい動画が。やば。俺がうますぎると消されるんだよ。この糸は私。話すけど次キヨキヨさんのチャンネル撮るとき下ネタしか言わんから。下ネタ別に多分大丈夫だけど。いやもうどぎついやつ、どぎついやつ。例えば新宿のあそこの店はいいぞみたいな。それだいぶ大人のね。ということで全敗か。俺毎回なんかな企画もやるけど全部負けんだよ。どういうこと。いやそれはちょっとね、今日俺が有利だったよ。ほう、うん、まあ今回はね、まあ勝ち譲ろうじゃないかと、また次回ね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ゲクさんのチャンネルリンク、概要欄貼ってありますので、ぜひともチャンネル登録、なんかね、よろしくお願いいたしますと。お願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。